まあ、じゃあ年上の方からはっ、じゃあベースの大輔さんどうぞわわI'm not afraid to die.
長めにお話ししようと思います。まあ、これじゃあアイコとユキバンドなんですけど、アイコかユキが好きな人手挙げてもらえませんか。よし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 、じゃあもっと乗ってくださいって頼みたいです。でも次の曲はまあゆっくりな曲なんで、まあ、大丈夫なんですけど、知ってる人も多いと思うんですけど、不甲斐ないやです。ハチクロの運動がなんかだったと思うんですけど、笑いの取り方がわからないんですよ。さっき本当に紹介し忘れてしまうという大変なことをやらかしちゃった。私は専修大学から今日参加させていただいたんですけど、これからまた6月とかも出るよね。私の学校の周りは結構田舎なんで、神奈川の端っことか向こうが丘ってとこが最寄りなんですけど、まあなのですごいここら辺お茶の水とか近いんで、すごい都会に見えます。あんまり美味しいカフェとかもあんま学校周りにないんで、なんかやりたいとことかここら辺いっぱいあるんで、よかったら誰かおごってください。はい。ギターのゆりちゃんと高校の時同じ番だった。そうなんです。まあそれだけなんですけど。で、今の不甲斐ないやって曲は当時高校でもやった曲なんで、まあすごいもう一回できて嬉しいです。当時はまた違う子にコーラスやってもらってたんですけど、今回はゆりちゃんバージョンのコーラス。さっきゆりちゃんの歌流れてたよね。ね、最初気づかんかった。ね、こんなにしまいると思った。あるらしいんですけど、なんかそれに当たり前のようになんかいるようなつもりなんで、よかったら皆さん、参加する人とか私と遊んであげてください。OK。 じゃあ次もユキの曲なんでお願いします。
とうございました。じゃあ次の曲が最後の曲になります。じゃあそう、次の曲こそもうみんな知ってると思うんで、もう知ってる曲だってもう乗ってください。6月の8日に、6月8日にもう一回ライブやるんだよね。もう一回こういった曲でまたライブをやりますので、やるんでよかったら来てください。お願いします。サーカス の、ツイッターアカウントがあるんで、それで書かれると思うんで、それ見てみてください。お願いします。なくしたI'm not afraid to die.
とうございました。